では聖書を開きましょう。聖書はエペソビトへの手紙ですね。2章の1節から3節まで。新約聖書エペソビトへの手紙2章の1節から3節まで。私は奇数節を読みますので、皆さん偶数節を読みください。2章の1節。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいます。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。はい、そこまでですね。月末に高槻の礼拝でまた2章の前半をしますのでね、まあ、2回に分けて少しまあお分かりできたらなと思っております。まあ、この日本の昨今の流れといいますか、を見ていきますとですね、本当にまあ近隣の、まあ、アジアの情勢、まあ、特に中国とか、まあ、北朝鮮の、まあ、軍備増強といいますか、まあ、国内が、まあ、非常に不安定なので、こう外敵を、まあ、見立ててですね、国内の安定統一を図るという、まあ、そういう、 こう構図が、まあ、見えるわけですけども、南シナ海、東、シナ海といいますか、で緊張がですね、こう高められているといいますか、でそういう、まあ、情勢の中でですね、こう、まあ、憲法を改定して、この、まあ、再軍備といいますか、またこう愛国心、忠誠心、を強調するですね、まあ、日本の人の、まあ、アイデンティティの在り方というか、それも、まあ、追求する流れの中で、まあ、私たちが一番、まあ、注意、まあ、警戒しているのは、この、まあ、天皇崇拝といいますか、いう形でですね、これは、まあ、愛国の表明であり、忠誠の表明であるということで、日の丸君がに続き、まあ、天皇崇拝が3点セットが、まあ、戦前と同じように、まあ、復活していく流れの中で、まあ、憲法が改定され、ようとしているというね、で改定の条文は非常に、まあ、曖昧な表現、美辞麗句なんですけども、ずっと、まあ、その改定を目指してきた人たちが何を目指してきたかというところに焦点を置くとですね、完全に、まあ、こう明治憲法の、まあ、再現といいますか、に近づけるというね、そういうことになるとですね、やはりこう今までの、まあ、地鎮祭訴訟なんかでも、まあ、この勝つことが難しくなりますしですね、今まで、微妙な判決が非常にこう右寄りの判決が あちこちで出てですね、まあそれは習俗であると、慣習であるということで、日本人はですね、こう靖国参拝とか伊勢参拝とか、そういうものは当然忠誠愛国の表明としてですね、すべきであるという風潮が増長するということはね、これはまあ
歴史を知る者からしたらですね、ごく当然のことではないかと思うんですね。すでにまあ一部の国会議員とか、まあ政治家等はまあそういうふうに参与してますけども、それがまあ上から下へですね、どん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 下げられて、まあ日本のまあそういう地方地域においてもですね、そういうこの祭りへの参加とか、あるいは自治会行事での強化とかね、いろいろまあ圧力が増し加わるのではないかというね、そういうことをまあ懸念しておるわけですね。で、特にまあ戦前の経験からいくとですね、まあ教会の中にもまあそういうことに対して曖昧な情勢教がですね、醸成されていくというかね、特にまあ教育の下でですね、そういうこう教育がなされて行ってくるとですね、もはやそれは偶像礼拝ではないんではないかという意識が醸成されるということですね。やはりこう私たちが教会としてですね、まあ、選挙とかいろんなことで、まあ勝つことは難しくても、まあ、教会がそういう、まあ何をどのような純潔を守るべきなのかということをね、やはりはっきりと福音理解として持っておかないとですね、それはまあ日本の文化であり習俗であるということで、ごまかされていくとですね、このエペソ書にありますようにね、あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいたものであってというね、まあ罪過というのはこのパラプトーマというギリシャ語ですね。これは英語ではトレスパスと言いまして、こう限界線を超えるというね、踏み外すという意味ですね。だ罪はまあハマルティアですね、これはこの的外れ、あるいは基準に達しないということなんですね。でやはりこう私たちはですね、まあ、聖書に書いてあるように神様が天地万物を創造された神様で、私は被造物である。だから私たちは被造物としてですね、被造物の冠、管理者として、神様を創造者として崇めて、感謝して、この地をと、まあ、治めるという使命を帯びているわけですけれども、私たちは、まあ、そういう神様との関係が断ち切られたものというね、霊的な死ですね、そういうまあ状態にあったということですね。そういう中でですね、私たちはですね、まあ、二節にあるように、この世の流れ、ね。で、この世の、まあ、世界の文化とか、習俗とか、いうことでですね、流されて、偶像礼拝をし、祖先崇拝をし、ね。神社参拝をし、ね。天皇崇拝をし、というね。死者崇拝をしと。本当に、まあ、何が、正しくて、ね。何がこの限界線であるか、ということをね、このわきまえないで空中の権威を持つ支配者の、ね、例に従って、ね、私たちがそのようなことに流されているということの背後にですね、そういうまあいたらこの神様に敵対するこの悪のですね、この力が支配が働いていると、ね、そして3節ね、そういう神の御心に対する不従順の中にね、反逆の中に生きてですね、自分の欲の中に生き、ね、肉と心の望むままを行いとね、神様とのですね、人格的な、そういう生きたこの関係、ね、神を崇め、感謝して生きる、ね、そういうまあいたら、この生きた生活を離れるとですね、人間は、この世の流れに流されて、ね、この肉の欲と心の望むままを行って生きるものとされてしまうと、ね、そしてこの見怒りを受けるべき、ね、この審判、ね、刑罰をですね、受ける、まあ、そういうまあ対象となっていたということですね。まあ、そういう意味でこの
私はまあこの箇所を読みながらですね、また8月15日ね、出来事を覚え、この戦前戦後を考えるとですね、本当に神様をですね、この礼拝するというね、礼拝ということの、まあ、あの純粋性というかね、いうことの、まあ、大切さといいますか、なんかいつの間にかこうボーダーラインが霧の中で見えなくされていくというね、そういう、まあ、危険性。しかし私たちは、まあ、聖書を、ね、神の啓示として受け取ってね、神様っていう方がおられて、そしてこの万物を作られた、この非造物世界の管理者として人間を立てられた、ね、神の御心に生きるようにね、そのためには神をね、崇め、感謝して、神様の御心の光のもとにですね、私たちは、この心の生活、また、この社会の生活、人間関係をですね、この生きるようにね、神様は導いておられる。そしてですね、そこのですね、この根源がですね、本当にですね、こう、見えなくなっていくとですね、人々は、またクリスチャンですらも、この世の流れにね、流されてしまうということですね。まあそういう意味で、この、江戸時代の、まあ、踏み絵にしても、ね、国家神道時代の天皇崇拝等にしてもですね、なぜそんなにですね、こう、そこにこだわるのか、ね、本当にですね、やはり神様を礼拝して生きるということがね、もう死活的にまあ人間存在にとってまあ重要であると。だからこそまあこの江戸時代のキリシタンもですね、この踏み絵を踏まずね、踏むことを拒否して十字架につけられる道を選んだ。もうペコッとですね、頭を下げて踏み絵を、偶像を礼拝して踏み絵を踏んだらですね、命が助かるのにですね、なぜそこの礼拝というね、原点にこだわるのかとね。しかし聖書はですね、そこにですね、死活的なこの重要大聖をですね秘めてね、実会でもね、この私はこの神であるとね、他のものを礼拝してはならない、偶像を作ってはならない、主の皆を不尊に唱えてはならないというね、そういうこの、そして神の御心のもとにこの隣人関係をですね、形成しなさいと、生きなさいと。ね。そのまあ、筋がですね、まっすぐ通ったね、何か生き方の中に、この十字架をですね、この基盤として生き、御霊によって生きるように、私たちはこの、導かれているということをね、覚えないといけないと思うんですね。そういう意味で、私たちは8月15日、ね、アグロ家の墓碑も8月15日、献碑と書いてありますけれども、本当にまあ、それはね、戦争の終わって平和が訪れた日、またこの死と葬りと復活のね、覚える日、ね、古い日本が死んで新しいこの平和な日本がですね、蘇った日、ね、そして憲法が与えられた日、そういうまあ意味でですね、この福音のスピリットにね、満ちたこの憲法がですね、偶像のですね、この色に、この染まる憲法にね、変えられないように、この私たちはですね、やはりこの祈り、戦い、もし変えられたとしてもね、このダニエルたちのようにね、私たちはこの火の炉から救い出されないとしてもですね、私たちはそれを礼拝しませんというね、そういうこのスピリットでね、この生きるものと、まあ、されたいなというね、そのためにこの小さな一歩一歩をね、この歩んでいきたいと思いますね。ではお祈りを持ちましょう。